日本がウクライナに30億ドルの追加支援、日本に感謝、ゼレンスキー氏。先に日本の岩屋外相はウクライナを訪問し、追加で30億ドル4600億円の支援を約束した。ゼレンスキー氏はこれを受け、感謝の言葉を述べた。ウクライナの主権と領土一体性に対する一貫した支援と、我が国に対する日本からの多大な財政的人道的支援に感謝する。報道によると、この支援は西側が凍結した、ロシア資産の運用利益を担保として行われるという。続きはスプートニク。世界の ATM 日本。1ドル160円。レギュラーガソリン180円 LA の道継ぎ。お前たち頑張って税金も納めろよ。貸し付けでウクライナの借金だからな。最終的には日本が払うんだよ。地方の財政破綻招くよって言わないの？ほんと馬鹿げてるな。選挙もやらない民主主義的ではない国にかよ。なんて愚かな判断したんだよ。外人用の予算って誰が決めてんの？一過性ですぐ忘れるよ。以前の比例を知ってたらわかる。日本の子供に回す金はねえ。ロシアに負けたら完全に無駄な投資。所得税減税に比べたが安いもんに見えてきた。所得税減税も毎年7度つかが金入ってくんだぞ。もうそろそろいい加減にしとけよ。貸与方式でも戻ってこないぞ。返せるわけない。実際、途上国向け円借款は最終的に、日本側が債権放棄借金ボル引きする例が多いしな。国会で審議なしで何勝手に支援してんだよ。選挙も争点にすべきだぞ。ウクライナ支援するかしないかロシアと仲良くするかとかさ。玉木さんこれにも反対してよ。せっかく時効に物言える状況なんだからさ。アメリカは10兆円。ロシアの金がしいんやね。削っておかないと北海道クグカが寝やすいもんだ。ありがとう感謝の言葉。またか急に負担を。氷河期には17億ぽっちだったっけう。暖かい冬をお過ごしくださいという感中にないかな。いただき大統領ゼレちゃん。感謝の気持ちだけでどんだけ金もらえるんだよ。ふざけんな消費税下げろや。これぞ埋蔵金、やっぱ埋蔵金ってあったんだな。日本人には特定層のみ限定で小銭3万円払い。さすが世界の ATM。美しい ATM 日本。どんだけばらまくんだよ。もう2兆円以上ばらまいてる。ウクライナなんかに支援して日本に一体何のメリットがあるんだ？そんな金あるなら消費税下げろよ。ほんと売国だな。石破、12月からガソリン補助減らすんで税金浮いちゃうんだよね。だったら可愛いウクライナ娘紹介してください。能登とウクライナの比較頼む。また値上げだな。また増税かよ。イドル ATM がやってきた。減税できるやん。思ったより少ないな。ドルでいいから、金をくれ庶民は、困ってます。さっさと終わらんかなこの戦争。物価が高くてかなわんわ。この金を普通に日本の利国防衛に使った方がいいだろ。日本ってそんなにお金余ってるの？日本がお金出すことで命が救われるならいいけど。どこにそんな金が？財源は消費税では？日本人の年金は払わないのにな。なぜ日本が？トランプに関税上げられるのに準備できるのかな。なぜ、石破が外遊中で日本にはいないのに、こんな重大な決定がなされたの？お金がないので消費税25になります。はぁ、今年も終わらんかったか。いやーやばすぎでしょ。ウクライナ支援を誰が許可した？国会を通ってるのか？過半数いないのに。元には？出すのは当たり前だろ。その金で西側諸国の武器を買う。西側諸国はその返礼で日本近海に、空母、駆逐艦、戦闘機等々、中国を牽制するために送ってくる。おい。この金あればガソリンの補助金減らす必要ねえだろ。ふざけんじゃねえぞ。ありがとう自民党。アメリカは痛くもかゆくもないんだぞ。世界中に武器売れまくりで。トランプがウクライナ撤退したらどうすんやろ。こういう金ってどっから出てくんの？ゼレンスキーおかわり。バラマキジャパンの豪快なシュートがまた決まったのか。以上で動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。